アンリアルエンジン5で、ベルセルク風なゲーム作成を目指している動画です。今回は、AI エネミーその3です。よろしくお願いします。前回、AI の行動の概要を説明しました。今回はビアイディアツリーやタスク等の中身を説明していきます。本動画の基本事項ですが、説明する内容は単に私がこんな感じでやってみました程度のことなので、参考程度に留めておいてください。それでは最初に、ビヘイビアツリーの全体像から。ビヘイビアツリーの全体像はこのようになっています。1のミセレクター、残りはシーケンスとなってます。2から4まで全てローアープライオリティになってます。次は、それぞれの説明します。敵は最初座っている状態です。プレイヤーを感知して立ち上がるようにします。立ち上がるためインターフェースを使い敵のブループリントでアニメーションブループリントの変数を操作してます。両方ともタスクの中身は同じです。左側は敵が死亡時にも動いてしまうので、それを止めるために使ってます。動きは止まるのですが、プレイヤーにフォーカスして回転しまうのは直せてません。右側のものは、致命攻撃を当てた時などに敵が動くのを止めるために使っています。ちなみに中身はストップムーブメントを使っているだけです。ストップロジック使えば、AI 止まるようなのですがうまく使えず止められませんでした。遠距離の部分です。左側は遠距離でダメージを受けた時の処理。右側は通常時です。デコレーターで中距離近距離でなければ、遠距離として判断。あとはダメージの有無です。遠距離でダメージを受けた時のタスクです。赤枠の部分は、敵のブループリントの関数となってます。ここでガードやステップなどをするようにしています。中距離近距離も同様の作りとなってます。これは単純にムーブプで走って追いかけるタスクです。中距離です。構成は長距離と同様です。中距離では敵にフラフラしてほしいので、バトルムーブという適当に名付けたタスクも実行してます。中身は前回使ったものと一緒です。敵中心にランダムな位置を生成し、移動させているだけです。最後に近距離。こちらも遠距離、中距離と同様の構成です。赤枠の攻撃用のタスクにクールダウンのデコレーターを追加。攻撃が1回で止まらないようにするものです。ざっくりですが、ビヘイビアツリーとタスクの紹介は以上です。最後に AI とのバトルをチェック。とりあえずそれっぽくなった AI ですが、今後解決したいのが、死亡時にも動いてしまうこと。あと常にプレイヤーにフォーカスしていることです。攻撃開始後はプレイヤーを追尾してほしくないのですが、ビヘイビアツリーいじってもフォーカス止まりません。回避行動がほぼバックステップ一択になっているので、なんとかしたいです。AI を作成するのは、やはり難しいですね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。